監視のために連中が集まったとも思えん。何か野心があればこそだろう。今はただ見極めるのみ。まずは曹操、孫権と並び立つため国を得ます。天下を三分し、その後一つとするために。お前を使う者に才はこの地勢好きにする。十分な戦力とは言えない。だが君の軍だ。ああ、阻む者はことごとく打ち果たすのだ。調子よく申します。兄様、兄様を信じている。新しき天下のために。新しい国を行こう共に。この天下好きにさせてもらうとしよう。俺も手伝うぜ。